こんにちは。今回はパート1のみの登場、瀬田和彦をご紹介。ということで、皆さんは瀬田をご存知でしょうか？瀬田くんの愛称で知られるこのキャラクターは、残念ながらパート1のみの登場でした。この人物は、特別ストーリーに大きく関わるわけではないのに、意外と記憶に残っている方が多いと思います。そんな瀬田くんに今回は、スポットを当ててご紹介していきたいと思います。そもそも、瀬田くんはどんな人物なのでしょうか？ざっくりと説明すると、直子の実家、里美の家の近所に住む診療所の医師であり、地方の名士とのこと。そして重要なのが、直子に片思いをしており、直子に対して好意を持っている数少ない人物の一人です。ですが、直子にも、そして里美にも、あまり相手をされないという悲しい人物でもあります。先ほど地方の名士と言いましたが、父親は政治家であり、父親の地盤を継いで選挙に立候補するなど、ここまで聞くと頭が良さそうだと思うでしょう。ですが、トリックを見たことがあるとわかるように、当然普通の人物ではありません。バカというわけではないですが、バカではないのかと言われると悩みます。そこで、いくつか普通の人物ではないという理由をご紹介しましょう。何を例に挙げるべきか悩みますが、選挙について例を挙げましょう。選挙についてはあまり詳しくないですが、少なくとも様々なルールが決められており、そのルールに従って選挙をしなければなりません。ですが、遠隔殺人の回では、スイカを持ってきた瀬田くんと書道教室に通う子供から、2001年から小学生にも投票権が与えられると聞き、普通は大嘘だとわかるようなありえない話ですが、なんと瀬田くんは信じるのです。そして一瞬にして態度を変えて、一つよろしくお願いしますと頭を下げるという、騙されやすいと言うべきか、ただのバカと言うべきか、ただただ笑えます。そしてこれだけならまだしも、子供からアイス買うから食べくれよと言われ、喜んで不買収までしようとします。これに関しては、実際には投票権を持っていないからよかったものの、大人にお金を配ったら普通にアウトな事案です。そして、ご存知のように当然のごとく、瀬田くんは落選します。ちなみに、ここからの話は、やむ落ちでの話となりますが、ミラクル三井の回では、こんなシーンがありました。そこでは、瀬田くんの父である弥七は、里美のセリフから、毎回落選していたことがわかります。そして、瀬田くんは、事前運動を知らないことがわかります。悪い人間というわけではないですが、子供たちから舐められるのも納得してしまいます。いかがでしたでしょうか？いろいろと瀬田くんには驚かされますよね。実は、先ほど紹介した闇落ちでの出来事。このシーンの最後では、里美にバカと思いっきり言われています。気になる方は DVD で確認してみてください。トリックという作品だと、印象がどうしても薄くなってしまいますが、直子に好意を持っている数少ない人物であることや、ちょっと普通の人物ではないところが記憶に残る理由なのかなと思います。まあそもそもトリックには普通の人物はあまり出てきませんが、個人的には瀬田くんは大好きなキャラクターの一人です。それではまたお会いしましょう。